方向、社会民主主義、または、スメルは、スロバキア共和国の社会民主主義政党。スロバキア共和国国民議会の第二党で、社会民主主義政党の国際組織である、社会主義インターナショナル加盟政党である。本校では、前進の方向についても述べる。1999年に発足した第一次、ミクラー・シュズ・リンダ政権に連立与党として加わった。 社会民主主義政党、民主左翼党副党首のロベルトヒソが、同年12月、自らの処遇への不満と、ベネシュフ国の廃止を求める少数民族政党の、ハンガリー人連立党が、同じ連立与党として政権に加わったことへの、反発から同党を離党し、自らが党首となって結成した政党である。スマーはスロバキア語で、方向、または、同票を意味する。 結成当初は、経済政策における立場を明確にせず、既存の政治勢力の不正、腐敗を批判しつつ、既存の個人的カリスマに依拠する形で、支持率を拡大。この間、自党のキャッチフレーズとして、トリーシャセスタという名称を用いた。2002年国民議会選挙では、得票率13.45%で23、議席を獲得、第三党となった。この選挙で、 他の中道左派政党がのきなみ全滅したことから、次第に政治的立場を中道左派路線にシフトした。中道左派路線を明確にしたスマーは2004年12月、社会民主主義政党の SD、社会民主オルタナティブ、スロバキア社会民主党などの社会民主主義系の諸政党を吸収し、党名をスマー SD に変更した。社会民主主義路線を明確に打ち出し、 欧州連合加盟国の社民主義政党や労働運動組織で構成する欧州政党の欧州社会党加盟候補政党となった。2006年国民議会選挙では得票率を倍増の29.14%とし、50議席を獲得して第一党となった。選挙後、民族主義政党のスロバキア国民党及びポピュリスト政党の人民党、 民主スロバキア運動と連立し、基草が首相に就任した。排他的なショナリズムの立場を取る SNS と連立政権を組んだことから、欧州社会党は2008年2月まで、スマー SD の加盟候補資格を停止した。2010年国民議会選挙では、得票率34.79%で前回を上回る62議席を獲得し、引き続き、 第一党の座を確保した。しかし連立相手の人民党、民主スロバキア運動が、議席阻止条項である5%の得票率を得ることができず、議席を全て失い、SNS も改選前の20議席を大きく下回る、9議席にとどまって、共に惨敗。過半数を維持できなくなった。基礎は選挙後、規定に基づきガシュパロビッチ大統領から、首相指名を受けたものの、 第2党のスロバキア民主キリスト教連合、民主党など中道右派4党がスマー SD との連立を拒否したため代わって SDKDS 副党首のイベタ・ラジトバーによる中道右派連立政権が発足しスマー SD は野党に転じた欧州金融安定化ファシリティ機能拡充条約批准指示の見返りとして2012年3月10日に繰上げ実施された 国民議会選挙では83議席を獲得、スロバキア議会選挙で初めて単独過半数を制することに成功した。4月4日、起草を首相とするスマー単独政権が発足した。2013年11月に行われた統一地方選挙では、県議会で161議席を獲得、ブラチスラバ県を除いた全ての県議会で第1党の座を確保。県知事では、 全8県中6県でスマーハの知事を当選させた。2016年3月5日の国民議会選挙では、第一党の地位は保ったものの選挙前の83議席を大幅に下回る49議席を獲得するに止まった。その後の政党間交渉の結果、国民党、モストヒード、ネットワークの3党と連立政権を樹立することで合意が成立し、3月23日に、 第三次、基礎内閣が発足した。2020年2月29日の2020年、国民議会選挙では、方向、社会民主主義党議員とマフィアの関係を追っていた、ジャーナリストのヤン・クツ役が2018年2月に、婚約者と共に殺害された事件により、国民の信頼が損なわれたことにより、11議席も減らされ、与党の座を、普通の人々、独立した。 人たちを第一党とする右派連立政権に明け渡すこととなった。ありがとうございます。